始め。初代将軍はこんなイラストにしました。武力で統治する武断政治を行っていたので、強そうな怖めな雰囲気です。そしてとある事件で怒った、切れたので怒った顔をしています。またたぬき親父と呼ばれていた方なので、たぬきが乗っかってます。それではこのイラストで覚えていきましょう。初代将軍は徳川家康です。この動画にたどり着いた方は、おそらくすでにご存知だと思います。が、テスト中に奇跡が起こってド忘れしてしまう可能性がありますので、念のため思い出しやすくしておきましょうか。それでは、タヌキをご覧ください。って言ってますね。初代将軍は徳川家康です。ど忘れしてしまったら、タヌキがこんな顔をしてたなと思い出してみてください。関ヶ原の戦いも皆さんすでにご存知かと思います。1600年に起きた天下分け目の戦いです。この戦いで徳川家康は石田三成を打ち破ります。この人、テストに出やすいので覚えておきましょうか。こんな様子をイメージしてみてください。家康がめっちゃ怒って石を粉砕します。石が三つに、石が三つなり、石だ三つなり。関ヶ原の戦いに勝った徳川家康は江戸幕府を開くことになりました。江戸幕府最初の将軍なので、すでに皆さんお分かりかとは思いますが、家康は征夷大将軍となり、江戸に幕府を開きました。ちなみに家康は将軍になった2年後に息子へ将軍職を譲り、大御所として実権を握り続けます。家康、イケイケですね。大阪の駅は、家康がとある事件で起こって、豊臣氏を滅ぼした戦いです。豊臣氏というのは、豊臣秀吉の一族の皆さんです。秀吉はすでに亡くなっていましたが、息子が秀吉の地位を継承していました。江戸幕府からすると気がかりな存在ですよね。そんな状況の中、方広寺昭明事件が起こります。これが家康が起こった事件です。昭明というのは、お寺の釣り鐘に刻まれている文字のことです。豊臣氏が建てた方広寺にこんな証明がありました。これ、中に家康という字が入ってるんですよね。しかも間に一文字入ってしまっているので、家康が割られてるではないか。わしを呪っているんだろう。と怒ります。また、
こんな証明も刻まれていたので、豊臣が栄えるのを望んでいるなと怒ります。この宝光寺の証明を口実にして、家康は大阪の駅で豊臣氏に戦いを仕掛けます。豊臣氏を攻め滅ぼしました。大阪の駅は家康が豊臣氏を滅ぼして天下統一を完成させた戦いです。で、この大阪をテスト中に思い出したいですよね。豊臣氏の拠点が大阪であるとご存知の方は問題ないかと思いますが、そんな知らないよという方は違う方法で行きましょう。家康さん、さっきからずっと怒ってますけど、言葉が出てこないほど怒っていると思ってください。肩に乗ってるタヌキが家康の気持ちを代弁してくれるそうです。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。終わり。